私たちの太陽は負の電荷を帯びた電子、正の電荷を帯びた陽子、そして電荷を持たない中性子など様々な素粒子で構成された複雑な構成です。これらの素粒子は太陽の活動によって様々な形で宇宙空間に放出されます。特に太陽フレアと呼ばれる現象は、これらの粒子からなるプラズマの雲、すなわちコロナ質量放出 CME、 それを宇宙空間に放出する強力な爆発です。太陽フレアには A クラスから X クラスまでの評価があり、その強度によって地球への影響が異なります。低強度の A クラスや B クラス、初期の C クラスフレアは地球にはほとんど影響を与えません。これらはいわゆるグランシングブローに相当し、宇宙の広大な空間にささやくように静かに消え去ります。しかし C クラス後半や M クラス、そして特に最も強力な X クラスに分類される太陽フレアは、それが地球に直接向けられたものであれ、そうでないものであれ、その大きな CME の放出により地球に顕著な影響を及ぼす可能性があります。これらの強力な太陽フレアは地球の磁場や大気、さらには技術システムや人間の活動にもその影響を与えることが知られています。地球と隣接する太陽を比較すると、地球は太陽に対してまるで小さな点のような存在です。ビー玉がビーチボールの隣にあるようなイメージを想像してみてください。古代ベーダの経典によると、私たちの太陽スーリアは地球の108倍の大きさを持っています。この数値は祈りの際に使用されるマーラ、鈴に108個のビーズが含まれている理由の一つでもあります。マーラの109番目のビーズ、グルビーズは究極の源である神聖な絶対者を象徴しています。グルという言葉は暗闇から光へ導くものと定義され、私たちのスピリチュアルな旅路において重要な役割を果たします。巨大な太陽フレアが発生し、地球に直接向かうコロナ質量放出 CME を解放すると、その影響が地球に到達するまでには約3日から4日を要します。 CME がよりゆっくりと移動する場合、その過程でエネルギーが増加し、地球の内部と外部のフィールドに到達した際には非常に強力な影響を及ぼします。より大きなフレアとそれに伴う CME は、地球上で地震や強力な嵐、竜巻、ハリケーン、サイクロン、豪雪、洪水などを引き起こす原因となります。小規模なフレアでも強い気象変動を引き起こす可能性はありますが、大規模なフレアとその CME によって引き起こされるものほど深刻ではありません。衝撃波という言葉は、宇宙の現象が引き起こす地球上の主要な変動を議論する際にしばしば用いられます。これは太陽フレアやコロナ質量放出 CME などの宇宙イベントが地球上の天候パターンや自然災害に直接的な影響を及ぼすことを示唆しています。しかし主流の気象報道では、これらの災害が発生する原因に焦点を当てることは少なく、代わりに何が起こっているのか、つまり地震や嵐がどこで発生しているかに焦点を当てる傾向にあります。気象学者は大学でこれらの宇宙的要因について学びますが、テレビの報道機関に雇用された時には発生している事象に焦点を絞るよう指示されます。このアプローチは多くの視聴者が直面している緊急性と
直接的な影響に対する情報を求めているため、理解できるものです。例えば、迫り来る竜巻がどのようにして宇宙活動に基づいて形成されたかについてのその詳細な説明よりも、人々は安全を確保するための直接的な指示に興味を持つ傾向があります。興味がある人は、これらの宇宙的現象が地球上の気象パターンにどのように影響を及ぼすかについて学ぶことができます。太陽フレアに伴うコロナ質量放出 CME は発生から通常は48時間から72時間の間に地球に到着します。これらのエネルギーの波が到着するタイミングが遅れると、その影響はさらに強まり、ペースが遅くなるほど、その衝撃も大きくなる傾向があります。多くの人々は、太陽フレアによる CME が地球に到達する前に、特定の身体的、感情的、または精神的なサインとして、これらを感知します。これらのサインには、頭痛、めまい、倦怠感、身体的な痛み、不安感、頻脈、胃の不調、睡眠障害、急激な体温の変化などが含まれます。このような感覚は、地球に影響を及ぼす宇宙の活動に、私たちの体が反応していることを示しています。また、一部の人々は、これらの太陽フレアや CME が実際に発生している最中に、その影響を感知すると報告しています。これは、私たちの体がこれらの宇宙的エネルギーの変化に敏感であることを示唆しています。これらの宇宙的活動が終了した後、私たち一人一人がこの影響から回復する過程は重要です。自己ケアやリラクゼーションの実践を通じて、これらのエネルギーの波からの回復を促し、身体的および精神的なバランスを取り戻すことができます。私たち人類は、現在進行中の強力な太陽エネルギーの波を扱う能力を、亜原子レベルでの変容、進化、そして再生を通じて高めています。これは私たちの本質が、炭素ベースの存在から、より高次の振動を持つ結晶性の存在へと変化するプロセスです。この変化は、多くのスピリチュアルサイエンティストと宇宙の調和を指揮する知的な超越性、無限の存在、源、神聖な絶対性について研究している一部の主流の科学者によって頻繁に議論されています。この再生の収縮の期間中に、私たちを慰め、支援するために、様々なスピリチュアルおよび自然療法が利用可能です。これらの実践は、私たちが自然界との調和を保ち、変化のプロセスを容易にするための手段を提供します。しかし、化学物質、侵襲的な探索的処置、手術、放射線装置への依存は、この変化のプロセスを妨げる可能性があります。私たちが迎え入れるべき光の流れと、その変容プロセスは、これらの人工的な介入によって阻害されることがあるのです。それにもかかわらず、光は私たちのもとへやってきますが、私たちは自由意志を持って、それを受け入れるか拒否する、その選択肢を持っています。私たちは光を完全に拒絶するか、またはそれを受け入れて、この変化のプロセスをよりスムーズに進める方法を選ぶことができるのです。光はただ変容のプロセスを促進するだけではなく、人類が病気や疾患と呼ぶ細胞レベルの不均衡をもたらす古い問題の癒しにも働きかけています。このカリユガの黄昏、すなわち混沌の時代を通じて、私たちに流れ込む光は強まっています。
これは私たちが新しい、より良いユガへと迅速に進化する必要があることを示しています。ネイティブアメリカンや先住民族が述べるように、地球上のすべての存在、すなわち立っている人々、木、石の人々、結晶や宝石、這う人々、昆虫、四本足、動物、そして二本足、人類がこの変化のプロセスを経験しています。これは大霊の神聖な子宮が新たに誕生していることを意味します。私たちの太陽はこの光の源からの物質的な表現の一つであり、そのフレア、CME、太陽風はこの変化のプロセスにおける助産婦の役割を果たしています。これは私たちの意識がまず新しく生まれ変わらなければならないことを意味し、その後私たちの他のすべての部分がこの新しい意識レベルに合わせて進化します。私たちの世界を深く考えてみましょう。それは地球上の多くの人々が認識している以上に複雑で相互につながった世界です。光のこの時代における私たちの変容は個人的なレベルだけでなく、集合的なレベルでも起こっており、すべての生命体が新たな意識の覚醒と進化の過程に参加しているのです。Thank you.